公式ログ発表に移らせていただきます。事故委員長の今村先生、副委員長の東副市長は、この壇上の方にお上がりいただけますでしょうか。4人の方々が真ん中のテーブルを囲んで議論していただいていると。でまさにこのフォーラムというのは防災に関してさまざまな視点で議論をし、また授業を展開していただきたいというところでございます。で4つというのはご存知の通りに仙台防災枠組みが4つの優先行動がございますので、それぞれ合わせたカラーにしております。また今回のフォーラムは三官学民でございますので、その点も4ということでございます。でまたですね、この全体をこう見ていただくと、この三角形が外に向いているようにも見えたと思います。真ん中で議論したものを国内外に発信すると、そういう意味合いも込めてございます。先ほどご紹介がありましたが、2015年の国連防災世界会議でデザイン、オフィシャルデザインをされた佐藤優さんに今回もお願いしまして、このような素晴らしいデザインを提供していただいたということでございます。